ャンス、 ゴーゴーレッツゴー、 エルコちゃんどんな時も頑張る、 ゴー！ Hello everyone! How are you doing? エルコちゃん Times is starting! This program is brought to you by エルコ Company Limited Publishing NHT 西広島 Times。 We will send you energy, excitement, smile and happiness! 皆さんこんにちは、エルコちゃんタイムスが始まりました。この番組は西広島タイムスを発行しております印刷会社株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。広島市の西区、佐伯区、廿日市エリアで11万部以上発行しております西広島タイムスの最新情報をお届けする番組です。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードをLINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野ありさです。よろしくお願いいたします。今日は FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストは中国神話株式会社代表取締役田原正弘さんです。なんと今日はいきなり乱入してます。こんにちは。してます。いきなりです。はい、はい、さて夏のワクワクプレゼント企画の応募が1622通来まして、プレゼントの当選者の発表は発送をもって返させていただいております。プレゼントに当選した方おめでとうございます。そして何よりプレゼントを協賛してくださった企業の皆様ありがとうございました。企業様の一覧は8月7日号に掲載しておりますよ。電子版でもチェックしてくださいね。次回もまた冬に企画があるかも、お楽しみに。エルコワクワク届ける子、マー君も頑張る子マー君と一緒に頑張りますはい、エルコちゃんの口癖インスタグラムで時々つぶやいてます。よかったらフォローしてください。ハッシュタグエルコちゃんで検索してみてね。あとエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、9月4日号の西広島タイムス一面を見てください。廿日市再発見ツアーですよ。田原社長気づきました？はい、今見させてもらってますが、はい、突然乱入してわけわからんおじさんが喋ってると思うんですがすいません、後ほど自己紹介させていただきます。そうですね、はい、ということで今紙面見させてもらってるんですけれども、はい、素敵なありさ姉さん社長映ってますね。ありがとうございます。はい、営業のサッチーと私エルコちゃんが体験したんですよ、うん、この写真、はい、ごめんなさい、はい、よく見たら、はい、先ほど言われてましたけども五光が差してますよね。そうそう、なんか光が差してて、うん、神様がなんか光をくれたというか、うん、なんかいいことあるかもですよね、はい、ちょうどあのスカートのそのあたりに丸い玉が、はい、そう、それからあの頭上の方に丸い玉が、はい、五光が差してる、ね、えこれいい例でしょうね。あ、もちろんですよでしょう、ね、もう当たり前ですよ、キラキラ輝いてますよ。こないがいいんでしょうはい、そうですよ。はい、もう本当に今まで宮島ってさらっと歩いてたんですけれども、うん、本当に歴史とか建物、うん、神社とかお寺との、うん、あの地域の関係など、うん、本当に勉強になって、広島工業大学の森安名誉教授さんから教えていただきました。うん、これおすすめですよ。うん、素晴らしい街並みですね。はい、では次いきますね。はい、わーい、私の好きな西広島のイケメン特集、いいでしょ。男前ですね。はい、これ金水館の米田翔さん、21歳です。うん、若い、うん、若い。イケメン特集をお楽しみに。そしてその次、食用コオロギ人気じわりということで、ちょっとびっくりしたんですけどこれこれ食用コオロギね、そうそうそう、書いてあるのが廿日市の長原で会社やってる社長さん、うん、はい、これ読むと地元佐伯地域の飲食店などへ提供し地元の注目を高めていきたい考えだと。そうですよ、コオロギでしょ、はい、でね、またあの食べてるものがアーモンドなので、うん、本当に臭みとかなくって、なんかねエビみたいな味ですごい美味しかったです私試食しましたよ。食べた、はい、もうサクサクって感じで。これね、あと、うん、
その締めの巻末の方に高血圧を防ぐ成分を含む、うん、バナナを与えれば食用以外の利用法も考えられる、そう活躍の場を広げ少しでも地元に還元できればと。そうです、これでね、地元が盛り上がればね、どうします、うん、もうコオロギ、あの動画もありますのでどうぞ見てくださいね。すごい面白い、ね、はい、それでは、あ、英会話のコーナー来たので英会話してみましょうかね。はい、はい、それでは行きます。プチタイムス英会話。 Wonder clouds. Look up at the sky. It's called a scale cloud. I think it looks like a dragon and that looks like a sardine cloud. Oh, I see. Look, I see a face. It looks like an owl to me. It's so fun to imagine, isn't it? Yeah, what a beautiful day.And that iridescent cloud. I agree. I feel something good will happen today. これは後ほどやりますけれども、不思議な雲のお話でした。不思議な雲と空の動画、YouTube があるので見てみてくださいね。ゆったりと癒されますよ。田原社長も見てみてください、ね。いやすごい。何言ってるか分かんない。分かんなかった。後から、うん、あのちゃんと私たちレッスンしますから。はい。はい、お願いします。はい。それで、はい、続きいきます。その隣見てくださいよ。懐石料理の打つそば、だしは味わいすっきり。そば屋米町さん、はい、廿日市市朝原のそば屋さんの米町さんです、うん、これ読むと懐石料理の世界で二十数年、うん、腕を磨いてきた店主、堤俊之さんが6月にオープンしました。ついこの間ですね。ついこの間ですね。はい、通常のそばつゆよりすっきりとした味わいになってると思います。うん、絶対食べに行きたいです、うん、ね、これから紅葉の季節なのでドライブがてら寄ってみてくださいね。はい、それでは次、あ、6ページの秋の鳴く虫、これいろいろあるでしょ。ね、ガチャガチャガチャ、チンチロリン、リンリン、コロコロリー、わー、こんなに種類があったなんて、皆さんチェックしてみてください。はい、それでは、はい、じゃじゃーん、お待たせしました。コロナに負けんよ、今こそ廿日市、これですね、はい、市内泊まろうキャンペーン、すごい、どうでしょうこれ、たくさんのホテルね、うん、島内島外乗ってますけれども、はい、これ回られたんですか。はい、もう見てください、この日焼けの後、もう顔も手も真っ黒営業で、あの営業のサッチーと私は今頃も本当に営業に出かけてて、うん、やっぱり宮島の人たちも助けたいという思いと、うん、地元で盛り上がりたいので日焼けなんか気にしてられませんから頑張りましたね、はい、でも皆さんどうです、このコロナ禍で、うん、まあ、景気というかね、うん、いやもちろんあのインバウンドが9割もあったお宿とかもありますので、うんうん、今は地元の人が地元を助ける、うん、そして楽しむ、このスタンスが一番だと思いますよ。素晴らしい、うん、本当ね、廿日市さんも全面的にバックアップで、そうです、金銭的にねかなり優遇されてると思うんで、はい、まあ、地元の人ぜひ行ってほしいな。行ってほしいですね。私はもう4日泊まりましたから。4日も、うん、4つのお宿に泊まりました。それはプライベートですか。半分仕事、ほとんど仕事だけど、うん、まあ、あの取材も兼ねて YouTube 作ったり、うん、はい、でも楽しみながらやってるから、いや地元にお金を回すっていう意味ではね、うん、それはもう先駆けてやっとられる。そうです、はい、あとちょっとこれ右の方を見ると、はい、右の締め、はい、無料のツアーガイドがあるんですね。そうですよ、私たちがいた町並み再発見ツアーも無料ですし、うん、あ、水族館は泊まったら、ワンコインで行けますよ。あ、500円になってますですね、うん、あとバーベキューとかサイクリングとかアスレチックとか、うん、無料になったりするのがありますんでね。そうそうそう、うん、宮島大野廿日市以外に佐伯吉和地区もいろいろツアーリストがあるので見てみてくださいね、うん、これ見ればキャンペーン、うん、1月の31日来年の1月までなんですね、はい、そうです、はい、ぜひぜひ行ってほしいな。延長したのでね、でもあの早い者勝ちでなくなっちゃうのでお早めに、はい、そうなんですね、ご予約をしてみてください。はい、見てください、はい、ではあ、私立中高魅力発見ガイド、あ、全部気になりますね。うーん、いろんな学校載ってます、学校名だけでも、うん、ね、
山陽女子でしょ、うん、山陽高校国際交流、はい、広島工業大学、うん、クラスマッチ、うん、並木学園の文化祭、うん、あと新校舎で教育活動が充実している修道大学、うん、広島競争中学校高等学校、うん、そして吉田女子あ安田女子高等学校母校じゃないですか安田女子大学キャンパス見学、うん、そう私の母校だったですね学園都市ですね改めて見るとそうです ね, この辺ね、うん、すごい若者がたくさんいるんだな、うん、盛り上がってます、はい、そして習い事特集あ全部言いたいけどどれが一番気になりました、私はもと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 ってあれですけど小学校の時にソロバン教室通ってたんで、うん、自慢じゃないですけど、はい、自慢ですけど2段持ってます、はい、もう自慢してるじゃないですか、はい、この顔でいやすごいすごい私そろばんできない、はい、尊敬しますいやいやいや実はそれの横に乗っている実践心理学 NLP これすごい気になるんですけど、うん、気になりますね NLP というのは多分ニューロリングスティックプログラミングということで神経言語プログラミングのことですねそうなんです、はい、いや書いてあるのを見ると、うん、成功の心理学、うん、ビジネスに日常生活に生かせるで何だと思うとコミュニケーション力が向上するので、うん、職場や家族や友人など対人関係はもちろん接客や営業カウンセリングなどビジネスにも活かせるスキルが身につきますと。全課程終了でアメリカ NLP 協会発行の資格を取得。心理学すごい。すごいですね。気になりますね。日常生活にも活かせるからビジネスにもね、うん、いいですね、うん。ヒューマンアカデミーさんです。人の裏を読んでみたいですね。ああ読めないんですか？ダメですね。あ私もです。もうストレートなんで私たち似てるからストレートでしょ。似てる。まあ似てるのかな、はい、あちょっと騙されやすい、 いや私もです真面目なタイプとしておきましょうそうです、はい、そして今、防災の備え大事だから載ってますよ見てくださいそうです、ねはい、あと読み終えた西広島タイムスを活用しよう、うん、まさか生ゴミ包んで捨ててないでしょうねそれも活用じゃないですか、ねまあ、そうですけど今度はあの工作載ってますスリッパとかコップ型食器とかね、うん、船型紙食器これ作ってみてください ね、はい、あ時間がどんどんなくなっちゃうぞ あとは広島再起リトルシニアチームが 大舞台へ行くということで、うん、はい応援しますよこれもありますから ね頑張ってるな青少年、ね、で最後タイムスどうですか聞かせてっていうので嬉しいことにプチタイムス英会話を楽しみにしています私には難しいですがこんな言い方があるのかと勉強になりますということで最近の40歳代の方、うん、そしてここの LINE と紙面と両方見られて便利コロナの影響もありもっと広島の経済を活発にしていきたいボランティアや寄付やテイクアウトなど小さなできることを情報提供していただきたいですということで最近の30歳の女性です、うん、ありがたいですね生の声がこれ乗るって嬉しいですし、うんね生かされるって素晴らしいですね、うんうん、そうですで一番最後のページキラキラ輝くレディースシリーズ、はい、ミッツヨガクラブ代表の石井光子先生が載ってます、はい、厳島神社奉納ヨガを開催10月に開運の宿泊プランがありますよく読んでください私も参加しますすごいですね奉納、はい、ヨガっていうのがあるんですよ、うん、そうですよ開運いや間違いなく開運するでしょうねそう開運しますよもっと開運しましょうねはいじゃあ以上です空の下のビーチバー夕日も最高江田島海の巣スパ&リゾートえ何の巣海の巣今週のエルコちゃんが会いたい本日のゲストは中国神話株式会社代表取締役田原正博さんですってもう出てますけどはい自己紹介どうぞ遅れまして自己紹介させていただきます改めまして中国神話株式会社代表の田原と申しますでうちの会社すいませんご案内簡単にすると、うん、業務用の商品を扱ってまして主に得意先がホテルと病院、うん、でそこに消耗品簡単に分かりやすく言うと使い捨ての歯ブラシとかカミソリとかそういった雑貨類を卸してますでそんな中で何か協賛ができればというので使い捨ての歯ブラシやカミソリや
買ってじゃ使えんなというところからね、うん、トイレットペーパードカッと届きますんで、うん、届いた方ちょっとびっくりしないでくださいね。当たった方はちょっと当分あるからね、もう1年以上、1年以上あるかもね、はい、はい、もう使ってくださいね。本当、はい、はい、では、私たちの出会いに戻りますけれども、はい、ね、そうですね、まあアリサ姉さんの体験発表会っていうのをあの経営者が聞く中で50人ぐらい、まあ、集まりまして、社長が、うん、そこで、代表として自分の反省を話されてですね、はい、その時にもう自己紹介の前にアリサ姉さんの話させてもらうと壮絶でびっくりしたんですよね、はい、広島で生まれ育ってアメリカに飛び立って、うん、で帰ってきて、うん、で家庭生活があって会社にまたね戻られるまで、うんうん、はい、どこまで話していいんでしょう。あ、ちょっとどこまで話していいんでしょうびっくりしますよね。いや、うん、あの興味のある方は、うん、また個人的に知られてる方、え、何何って聞いてみてくださいびっくりしますよ。そうです ね、自分のことを話さなきゃいけなかったですね。そうですよ、そうです、私のことで、はい、まあ、会社2代目としてそうです、ね、同じ立場なので大変だったでしょう、ね、まあ自分が作ったわけじゃないんで、まあやり方をまず、まあ、学んで、うん、でそのまま踏襲して、うん、でやっと今20年目になるんですけれども、社長になって、長いですね。いや本当やっとこうハンドルの両方が煮れたなっていうぐらいな感じな中、うん、このコロナですよ。あ、そうですね、大変なね、皆さんも大変かと思うんですけれども、うん、え、姉さんどんなです。いやもうね、あの考えを変えました、うん、やっぱりこれからは自然と共に生きる、うん、自然が大事ですよ。あ、はい、生活は変わったです、まあ、生活はもちろんあの飲み会とか、うん、あのね、ずっといろいろ役員会とかもいっぱいあって、うん、見たことあるでしょ、私のスケジュール帳一回見させてもらったんですけど、うん、本当表現変なですけど、加計学園の黒塗りの資料みたいなびっしり毎日何があるのっていうぐらい、うん、やることいっぱいありましたよね。やることいっぱいあって、まあ、今それがないんですか。いやいや、ないわけではないです。その空いたところで、うん、今できることをまた入れちゃってるから、はい、結局忙しいんですけどとにかく今は自然に帰ってるかな。あ、そうなんですね、はいはい、楽しみながら。どの辺で何をやってる、具体的に。まずは、まあ、宮島にお宿に、まあ、4泊もしたり、うん、まあ、お客様を助けることと地域を盛り上げることと自分が楽しむことも一体化しちゃって、そう、あとは、まあ、あの佐伯の方に行ったり、うん、まあ、取材も兼ねてですけれども、うん、そういった自然、あの今知らなかった身近なものを再発見、そのツアーとかを掘り出して皆さんにお伝えするっていう、まあ、YouTube を作ったり、うん、そういう仕事もやってます。へ、うん、なんでなんか逆になってませんインタビュアーが逆になってる、ね、ゲストがちょっとあべこべになってるんですけども、はい、で働き方改革を認定されたんですよね。あ、急にぶっこんできましたね、うんうん、実は昨日ですね、うん、あのおかげさまで働き方改革、うん、県から認証を受けまして、うんうん、湯崎知事も昨日おられたんですけれども、その前で認証認定式があって盾をもらってきました。うん、おめでとうございます。拍手してください。はい、パチ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 ありがとうございま す。という前に、うん、もうアリサ姉さんのところも撮ってるんですよね。そうですね、2年くらい前に撮りました。ですよね、はい、今回で7回目なんですけども、7回目ですね、はい、多分初期 1,2 回目ぐらいにね。いや、1ではなかった、2か3、2じゃない、3か4か5、ね、忘れた、そのぐらい、はい、いや自慢じゃないですけど、うん、昨日聞いたら300企業、うんうん、昨日でということで何万社ある中の、うん、我々300社のうち入ってるんですよ。すごいです ね、自慢しましょう。いや、もう本当自慢したいです、うんうん、ねえ、もう時間なくなったから、え、ない、ね、まだ大丈夫だけど、ね、趣味を教えてください。趣味はですね、うん、最近ちょっと経営者仲間から、うん、バイクをもらいまして、うん、これでツーリングをこれから考えてます。もともと乗ってたんですけれども、はい、大型バイクを、うん、
嫁には言えないというか、聞いてたら本当ああって思うかもしれませんが大事故を起こして、それ以来あんまり乗ってなかったんですけど。そうですか、うん、気をつけて。ちょっともう50近いしゆっくり乗ろうかなと思って、でツーリングを始めたいなと。あともう一個はこの近くの廿日市グリーンフィールドで、サッカーやってます。50のおじさんなのに、大人のサッカーチーム。そうですね、廿日市 FC のおじさんチームがあって、そちらで一緒に参加させてもらってやってます。この銀髪をねなびかせながらやってるんで、銀髪あの後輩からはね、カズみたいですねってかっこいい、いいように言ってくれてますけどあ、はい、まあ普通の50のおじさんですからね50になりましたっけ。なもう来年になるんですけど、来年になる、うん、あそうなんですね、はい、体ガタガタです。いえいえいえ、若いですよ若いです、これからです。はい、これからの夢とかやりたいこととかありますか。夢、そうですね、まあ大それたものはもうこの年になってなくなりました。うん、若い頃実は東京で、まあ、大学に行くという体でですね、お笑いの道に進もうと思ってたんですけども、もう地元で、皆さんに笑いを振りまいていきたいなとそうですね、はい、はい、もう死ぬまでやっていきます、うん、いつも楽しんでよろしくお願いしますね。はい、お願いします、はい、ボストンで人気ナンバーワン、モンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。はい、今月のプレゼントです。ウミノススパンドリゾート入浴券10名様と株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様です。それではキーワードを言います。ハッピーラッキーエルコちゃん。はい、ハッピーラッキーエルコちゃんです。このキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムスエルコちゃんタイムスプレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは9月30日までです。それでは急ピッチに英会話を一瞬でやります。 It's a fun to imagine, isn't it? Yeah, what a beautiful day. どうぞ。私、はい、It's a fun to imagine, isn't it? Yeah, what a beautiful day. Yeah, 大丈夫、what a beautiful day. Yes, いい感じ。はい、はい、急ピッチで、はい、そして最後にリスナーさんとかにメッセージがありましたらお願いします、マー君。はい、これ、アリサ姉さんあげます。わー、何々すごい。何書いてあるか読んでください。コロナには負けまーで、頑張れ広島。ありがとうです、すごい。はい、コロナに負けずに元気ですか。元気があれば何でもできる。そうです ね、もう元気もらいましたし、はい、はい、楽しかったし、ありがとう。本日のゲストは、はい、中国神話株式会社代表取締役田原正弘さんでした。というかマー君でした。そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと木野ありさでした。来週のゲストはお好み焼きスタジオを起こした店長秋田大さんです。それではマー君とエルコちゃんがお送りしました。はい、はい、ありがとうございました。ハッピーエルコちゃん、エルコちゃんタイムスでした。バイバイバイ。ハッピーハッピーミーラッキーラッキーチャンス、ゴーゴーレッツゴー。Hey!
します。